皆さんこんにちは、BJ の大林です。今回はトレーニングの紹介ということでグッドモーニング紹介していきます。鍛えられる筋肉はお尻とハムストリングを鍛えてくれるトレーニングです。下半身を引き締めていきたい女性の方とか男性でもですね、スクワットの補助種目なんかにもすごい効果的なトレーニングなので、ぜひぜひやり方を覚えていただければなと思います。ではやり方なんですけども、スクワットと同じようにバーをセットしていただいたらローバーで担ぎます。スクワットで担ぐ場合って首のすぐ下あたりに担ぐことが多いと思います。もうちょっと下の肩甲骨と、首の境目ぐらいのところで担いでいただいて、で一歩後ろに下がったら足幅は平行のままだいたい腰幅ぐらいですねにしていただいて、あとはここから、息を吸い込んでお腹に力を入れた状態でお辞儀をするようにお尻を引いていきます。で立ち上がる、こうお尻を引いていったら、腿の裏側が伸びてこれ以上倒せないというところに来るので、そこまで来たら立ち上がるという形でやってみてください。で無理をして倒しすぎるとぐーっと腰が丸まってしまったりしてですね、腰を怪我する恐れがあるので、上半身のまっすぐな状態が保てる範囲で倒せるところまで倒して、ハムストリングが伸びたなというところで戻るという形でやってみてください。それでは今回は、グッドモーニングの紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。